バニーガーデン。どうも、今日はこのエロゲーをやっていきます。5年以上活動してきてついにエロゲー実況。もう終わり。もう終わりです。俺はもう終わりました。このゲームなんかすっごいね、何がとは言わないけどめちゃくちゃでかいんですけど、このでかい女の子が映ってるゲームが話題になってるらしい。そしてなんかスイッチとかでもできるらしい。風の噂で聞いたけど、もうダメじゃない。これスイッチで売ったらダメじゃないか。壊れちゃうじゃん、小学生の理性が。精通するじゃんこのゲームって。あんまりこのゲームの詳細よくわかんないんだけど、なんかお酒を女の子と楽しむお店に行くゲームみたいなのはなんか知ってるけど、それ以外は全く知らないんで、ただのあのエッチなゲームだと思ってる。俺今からエッチなゲームをやる覚悟できてる。もうエッチな心で挑みます今日は。めっちゃでかいさ、綿あめ4つ並んでるじゃん。これ大丈夫？ YouTube 的にまずかったらあの消させていただく。おい見てるか、ガキども、今日は俺と一緒にさ楽しもうや。今日という今日はさ楽しもうや。ニューゲームでいいのかな。ニューゲーム。俺何をやってるんだろう。重た。始まり重た。1万5000円片手に握りしめて、俺何やってるんだろう。重たすぎる。もう俺無理、できない。暗すぎ。開幕なんであんなミスをしてしまったんだ。普通に考えたらやるわけないのに。あー、仕事で失敗したのかな。なんて読むのこいつ。はい、はい人。はい、廃人。廃人、廃人じゃないこれ読み方。会社クビか。クビになるぐらいのとんでもないことをやらかしちゃったんだこの廃人は。当然といえば当然だよ。一度や二度じゃないんだから。むしろこんな俺をよく今まで雇ってくれたよな。会社には感謝しかないよ。クビを伝えられた時だって上司さん泣いてくれてたもんな。君の力になれなくて申し訳ないって。たまたまこの会社が君に合ってなかっただけで他に活躍できる場所があるって言ってくれた。え、なんで俺こんな暗い気持ちになんなきゃいけないの。俺ちょっとエッチな気持ちで挑んでんのにやめてくんね、そのどんよりした空気を織り交ぜてくんの俺の心に。でも本当にあるのか、俺なんかを受け入れてくれる場所が。むしろまたどこかに勤めることができたとしてもそこの人たちに迷惑をかけてしまうだけなんじゃないか。終わってるのかもな俺の人生。まだ始まってもないと思ってたのに。フラグすぎる。この後始まるんだろお前のパーティーが。パーティータイムが。店前、今日くらいはお酒の力に頼ろう。確かここのビルに居酒屋あったよな。じーおーおいっす。うっす。なかなかあれっすね、なんかバケモンみたいな。バケモン2体買ってますね体に。俺この子と会話していくのこれから。何でしょうか。なんでお前動揺しねえんだよ。はったっか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 っぐらい言えよ。こんなでかいものをぶら下げた女の子がいるんだよ目の前に。挙動れよちょっとは。はったっかっかっぐらい言えよ。何でしょうか。もしかしてですけど、おー、喋る。何か嫌なことがあったって感じです？そうなんですよ。声可愛いっすね。ちょっと会社クビになりそうでして自分。それでお酒でも飲んで気持ちを切り替えたいなっていう。はい、そうなんですよ。でかすぎませんか。何がとは言わないけど、でかすぎませんか。顔ぐらいあるじゃん、だって。下が顔これ。上が乳？上が乳で下が顔だよね。キャバクラのキャッチかなんかですか。違います。出勤前に偶然お見かけして気になっちゃったから。あ、そうなんですね。すっごく疲れた顔してますよ。人生終わったっていうくらいの。ああ、確かに。しかもこの右手見てください、1万5000円です。僕はこの全財産1万5000円を握りしめて酒に頼ろうとしています。助けてくれ。そのとてつもない化け物で俺を助けてくれ。それは合ってるかな。やっぱり当たった。やった。おお。ふーん。そういう感じな、やるじゃん。
違う、全然やったーじゃない、ごめんなさい。あ、全然いいんですよ。可愛いっすね当たってない方が良かったですよね。人生が終わってると思ってるなんて悲しすぎるし。そうなんすよ。どうしよう、ここでお誘いしたら本当にキャッチみたいになっちゃう。可愛いなあれ、ちょっと可愛いかも。でもこんなに傷ついている人放っておけないし。助けてください。俺この1万5000円で何すればいいんですか。どういうことですか。そうだ、今日は来店しないでもらえばいいんだ。チラッと中を見てもらうだけとか。かわいくない。危ない危ない、持ってかれるとこだった危ない危ない。状況がわからないんですけど。実は私ここのお店で働いているんです。だろうな。あら、ちょっと、ちょっと、中学生か俺。この右の黒髪の、もうやるじゃん。あと、シーン切り替わっても右上に1万5000円って表示すんのやめて。心に来るから。こんな目の前にこんな可愛い子いっぱいいるけど、でも俺1万5000円なんだって思っちゃうからやめてくんね。これえ、こんなお店できてたんだ。女の子とお店が、あ、間違えた、お酒が飲めるお店かな。今までこういうお店入ったことないけど、店内も綺麗だし女の子も可愛いな。いや、でもお前1万5000円しかないってこと分かって、無理だよ1万5000円でこんな店。入ってみるか。大丈夫、お金大丈夫。なんかもっと高いイメージあるけど、こういう店って平気でうん十万持ってかれるイメージしかないけど、行かないからわかんないけどね。あ、他の実況者とか活動者とか言ってるけど。ああ、困ります、困ります、お客さん。はい、なんで、え、入っちゃダメなの。今日はここまで、チラッと見るだけでお預けです。入店しちゃったらキャッチになっちゃいますからね。ふーん俺なんかジジイみたいになってない？変態親父みたいになってない？俺やだ、23にして俺変態親父デビュー。あ、そうか、キャッチは法律でなんかあれだもんね。知らないけど多分法律で違反になってるよね多分ね。お客さんに入店権利差し上げますので、もしご興味がありましたらまた別の日にご来店お待ちしてます。ういっす。ま、そういう店興味ないんで自分全然興味ないんで、行かないっすけど、一応もらっときます行くやつ。うわぁ、ひよじできた、かわいいちょ、全然かわいくないんでそこは真面目なんだね。人生終わってないですよ、大丈夫、絶対にです。あ、なんか俺終わってないんだ俺人生終わってない気がしてきた。大丈夫、第二です。俺終わってないかも。え？今少しだけどいい笑顔になれたじゃないです。だから終わってないです。そうっすね。おいっす。中学生。ありがとう。私待ってますからこのお店で。次にお会いできる機会楽しみに待ってます。あ、ういっす。まあ、行かないっすけどね、興味ないんでこういう店、お金もないし。じゃあ、ありがとうございました。それでは失礼します。はい、失礼します。すいません。何なんだろう、不思議な子だったな。不思議だね、なのかな。俺のことなんか何も知らないのに、でもなんか少し元気が出たか。単純だな俺。こうして右手に1万5000円、左手にチンポを握りしめ、夜の街に繰り出したのだった。お酒を飲んで忘れるって雰囲気じゃなくなったな。今日はこのまま帰るか。えらいね、今日はこの、おお、え、なんかちょっと、え、なにこれ、なんかオタク気質じゃないこの人廃人なお前、じゃああの子好きだろ。人生終わってないか。いやいや、
名前も知らない子に言われたことを真に受けてどうする。適当言ってるって感じではなかったけど、それでもさ。お前めちゃくちゃ気になってるやん。あの店絶対行くやん、その感じ。まあでもお前の人生は終わってるって誰かに言われたわけでもないんだよな。確かにな、俺がそう思い込んでるだけで、自分で勝手に終わらせなきゃ、まだ始まる可能性もあるのか。もしもし、急に電話をかけてごめん。どうした、誰に電話かけた突然。いや、なんつうかさ、前に話してただろ、仕事が忙しくなったから手伝いを探さなきゃって。その話ってまだ継続中？もしよければなんだけどさ、俺に。何？お友達のお仕事を手伝いますよみたいな感じ？お、来た！え？全然わけわかんない。え？新しい仕事について1週間が経ったのか。え？今の一瞬で？え、お前、え？お前1週間もあの店行かなかったの？待ってますからねって優しく微笑みかけてくれてさ、あの女の子のお店行かなかったんだ、一週間も。行ってやれよ。行けよ。給料入るけど何に使おう。そういえばこうして前向きになれたのもあの子のおかげだな。やっと？あの子のお店に行ってみるか。はい。おお、新しく始めた仕事の給料が毎週土曜日に支払われます。45,000円。でかっ。おー、すごい。スマホ使える。待って、ギャンブルってあんだけど。ギャンブルってあんだけど、俺ギャンブルしたい。旅行？キャストに旅行をプレゼントできます。キャストにってことは俺一人じゃないんだ、この店のキャストと。この店の女の子と俺旅行行けんの？とりあえず入店するのかな、バニーガーデンに。なんか緊張してきたわ俺。今から女の子と お酒飲むお店に行くのか。なんかそう、どうしよう。行っていいのかな俺。行くね、バニーガーデン入店。うわっ、わ、来た。確かここのお店だったよな。ちょっと緊張するな。ちょっとどころじゃないでしょ、すっごい緊張する。こういうお店行ったことないから、ゲームでも。ゲームでも行ったことない。あの他の活動者とかはバコバコ行ってるんだけど。お、え、あら、いらっしゃいませ。あ、さっきの女の子。あ、疲れた顔してたお客さん来てくれたんだ。はい、来ました。かなちゃんっていうのかな。ちょっと待ってよ、3人いるよ。え、これ選べんの、女の子。ちょっとなんか変な気持ちになってきた。え、なんかやだ、やだ、俺この店向いてないわ多分。そう、疲れた顔してたお客さん来ちゃいました。やめて、そのジョークかますの。嬉しくなっちゃうな。まあ、はい、そういう感じね。あれ、なんかそわそわしてる？こういうお店は初めてだっけ？よくわかったね、そわそわしてるの。初めてだし、あの、何がとは言わないけど、でかすぎ。なんか、国滅ぼせるぞ、それで。そうだね。来たことない。敬語使おうよ、まず。そうですね。来たことないですって言うよ。そっか。それじゃ、簡単にお店のことを説明しちゃおっかな。はい、お願いします。何もわからないから助かるよ。助かりますって言え。お店の名前は、バニーガーデン。はい。楽しくお酒を飲む場所。以上。まあ、簡単っすね。なんか小指から血出てる。なんで？今気づいた。どこですりむいたのこれ。おお、わかりそうでわからないような。まあ、次第に慣れていくから大丈夫。だからたくさん通ってくれると嬉しいな。うっす。そうだね。そのためには今の仕事を頑張らないと。じゃあ私は、お客さんがお仕事頑張れるように、たくさん癒しを与えちゃおうかな。うっす、あざっす。かわいいな。なんかね、ちょっとだけね。確かに癒しがあればもっと仕事が頑張れそうな気がする。決まりだね。すごいな、見た今、腕こうやって腕横にやるだけでマグニチュード起きたけど今。な、気をつけて。お前あんま動くな、災害だから。お前災害だから動くな。ああ、ごめんなさい、
注文聞いてなかったね。はい、なんかカルピスとかあるっすか。どうぞ、こちらメニューになります。はい、そうだね、ドリンクでもいただこうきゃいな。すいません、猫なんですよ自分。廃人は必ずドリンクを購入する必要があります。必ず高価なドリンクを選択すると好感度アップにつながることも。結局金かや、高いお酒を頼んであげなきゃ好感度アップしないんだ。結局金じゃねえか。まあまあ一応ドリンク見てみますか。カシスオレンジ、やべえ全然わからん、全然お酒わかんねえ。ウーロンハイ、ジントニック、ビール、ブルーベリー酒、日本酒、あ、レモンサワーはなんかあれよね、焼肉とかにあるよね。ハイボール、極上ワイン、ヴィンテージ梅酒、バニートラップ、バニーマックス、バニーパンチ。お、やばいだろ、ここら辺。色変わったって。ルスティ、森、シャン。かっこよ。俳優じゃん。韓国かなんかの。ラブペリ。ラブペリ？なんかさ、ドンペリみたいの聞いたことあるんだけど、これだよね、多分。ヨウマンド。これはやべえわ。ヨウマンディ、やばいでしょ、これ。いや、俺お酒興味ないから、カシスオレンジでいいわ。はい。はい。私も何か飲みたいな。あ、何？今の俺の注文か。あ、なるほど。あ、で、俺がこの子のお酒を頼んであげなきゃいけないんだ。キャストにドリンクをご馳走することができます。ドリンクにより好みがあり、酔いやすいお酒が存在します。へぇ。ドリンクをご馳走しないと、他のお客の対応を優先します。カスじゃねえかよ。金じゃん、結局、こいつら。汚っ。汚ねえ世の中だよな。気に入ったキャストにはドリンクをご馳走してみましょう。はい。え、何が好きそうだろう。え、でもさ、こういうお店で働いてるってことはさ、もうすでにお酒をいっぱい飲んでるってことじゃん。もう飲みたくないでしょ、この子。っていう気遣いはいらない？っていう気遣いはちょっと優しすぎ？いや、待てよ。もうお酒飲みたくないと思ってても、お酒を頼んであげたら、この子の給料につながるから、頼んでほしいのか、この子は。なるほど。だから、頼んであげよう。よし。俺、頭いいな。これ、バニーパンチは？人によって味の感想が全く違う不思議なお酒。度数が高いが、なぜか、女性にはとても人気だと聞く。これじゃん。バニーパンチいきます。右ストレートバニーパンチいきます。ゴムゴムの、バニーパンチ！これ美味しいよね。うん。あれ、あんまり好きじゃない感じ？業務笑顔じゃん、それ。うんうん。これ美味しいよねって。お！お酒？ちょっと待って待って、おい、パンツ見えてる！待って！キャストと会話ができます。え？新たな展開が生まれるかも。はい。各キャストに1日1回プレゼントを渡すことができます。え、気持ち悪いでしょ？お客さんからのプレゼントとか。プレゼントは自宅から購入が可能です。はい。キャストにフードをご馳走することができます。フードによって好みがあるかも。はぁ、なるほど。え？もういいんすか？俺、プレゼントなんもないよね。なんか持ってる？スマホとかあげる？俺の。あ、ないか。そりゃないよな。フードは？おぉ、え？高っ！え？枝豆1000円！ぼったくりバーじゃねえかよ、ここ。はぁ？フライドポテト2000円！結局金金！世の中金なんだよ！やだろうな、こんなお客さん。結局は金だよな！なんかこういうフライドポテトとかあんま好きじゃないでしょ。チーズサラミとか好きそう。アヒージョ好きそう。ピザ好きそう。何これ？いや、ちょっと何が好きかわかんないけど、一応、もうすでに何か食べてるから、何か食べてるかもしれないから、もうこういうピザとかはやめといて、なんかつまみ、枝豆でいいんじゃない？普通に。え、でも口とか手汚れるか。え、待って、俺優しすぎない？え、俺紳士じゃん。すいません、俺紳士でした。まあ、チーズサラミでいいんじゃない？好きそうじゃない？この子。チーズサラミで。はい。美味しいよね、これ。え？好きなの？好きなの？やっぱ、そうだよね。知ってるよ。なんか好きそうだもん。チーズハラミみたいな顔してるもん、なんか。あれ、ちょっと、あれ、これ悪口か。あー、なんだか緊張しちゃうね。うん。やっぱり初めましてのお客さんだもん。そうだよな。ドキドキとワクワクで胸が爆発しちゃいそう。ういっす。
うっす。まあ、でもこういう時って、やっぱりお互いの名前知らないから、まずは自己紹介じゃない？ダメだよ、ダメだよ。ここはお客さんに癒しを与える場所だもんね。天然っぽいね、この子。私が緊張してたら、お客さんだって落ち着けない。しっかりしろ、私。ふーん。面白い女。はい。ということで、まずはあれをしちゃいましょう。あれ？あれって、なんすか？エロ書きやめて。仲良しになるための第一歩。はい。さ、お客さんから張り切ってどうぞ。あ、自己紹介ですか？やっぱ。選択した項目で会話を進め楽しむことができます。え、ちょっと待って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 。自己紹介？乾杯とか？ハグ？バカ。中には好感度に影響するものもあります。慎重に言葉を選びましょう。はい。好感度アップチャンス。自己紹介、乾杯とかハグ。いや、ハグはちょっとバカすぎる。乾杯もいいけど、やっぱ自己紹介じゃない？自己紹介。大正解。はい。せっかくこうして出会えたんだから、まずはそこからだよね。そうっすよね。というわけで、お客さんのこと教えてほしいな。うぃす。自分廃人って言います。よろしくな。名前は、神田廃人です。外国人です。よろしくね。はい。ハイト君。ハイト？ハイト君ね。ハイト？ハイト君。うんうん。ハイト君。ハイト君。うん。名前呼んでくれるのすごい嬉しいんだけど、俺ハイトだったんだ。俺ハイトだったの。廃人だと思ってた。ガチで。俺ガチで廃人だと思ってた。恥ずかしい。じゃあもしかして君かなちゃんじゃない？花なちゃんだったりする？もしかして。そんなに見つめられるとちょっと。あ、ごめんね。いいんすよ、全然。お名前とお顔を覚えたいなって思って、一生懸命頭にインプットしてたの。まあ、まあ忘れてもいいっすよ。いっぱいいるでしょ、客。いっぱい来るっしょ。ねえ、だから忘れるもんっすよ。そんな、ねえ、ねえ、仕事にね、脳のキャパ、ねえ、使いたくないっしょ。全然忘れていいっすよ。ただの一人の客なんて。でももう大丈夫。しっかりお顔もお名前も覚えたから。あ、全然いいっすよ。嘘つかなくても。仕事だから覚えたっていう仮の設定っすよね。じゃあ次は私の番。はい。私は、かなって。おお、よかった、かなちゃんだった。どんな呼び方でもいいけど。はい。名前は忘れちゃ嫌だよ。かわいい。じゃあこっちも忘れないように。かなちゃん、かなちゃん、じー。気持ち悪いな、なんかお前。やだ。ドキドキしちゃうから、ストップ。見つめられるのって、こんなに恥ずかしいんだ。へえ、そういう感じね。やられてみて初めてわかるってやつだね。うんうん、勉強になったな。かわいい。いや、かわいくない。危な。それじゃあ、もっとハイト君の話を聞かせてほしいな。よし、自分ハイト。金なし。趣味は、ギャンブル。特技は、道端に唾を吐くこと。よろしくな。最近、勤めていた会社で大きなミスをしてしまって、クビになっちゃったんだ。今は知り合いの仕事を手伝ってるって感じかな。それは大変だったね。そうなんすよ。私が同じ立場だったら、ご飯も喉を通らないくらい落ち込むかも。想像しかできないけど、とてもショックだよね。はい。ありがとうね。仕事上、そういう、何？仕事だから、俺に合わせて喋ってくれてるんだよね。ごめんな。こんな、めんどくさいよな。こんな金ねえさ。客が来て、ごめんな。よし、わかった。はい。私、ハイト君が少しでも早く立ち直れるように、たくさん頑張っちゃうから、せめてここにいる時には、ハイト君がいっぱい笑顔になれるように。どうぞっす。これからよろしくね。ハイト君、お願いします。おうおう、ハイト君と一緒だと時間が経つのあっという間だな。ハイト君、もう少しお酒飲めたりする？お前それあれだろ、
俺に金使わそうとしてんだろ、てめえ。もう少しお酒飲めたりするでちゅかーって、なんかさ、誘惑してきてさ、お前金使わそうとして自分の給料上げようとしてんだろ、てめえ。こら、騙されねえぞ、俺は。延長しますか？はい。ありがとう。もう帰っちゃうのかと思ったよ。まさか。帰るわけないでしょ。何飲むの？切れそう。なんでカルピスねえんだよ。終わってんだろ。これさ、自分にお金使う意味ってないよね。お酒苦手だし。なんか、800円でいいよな、俺は。はい。私もいただいてもいいかな。仕方ないやつ。てめえの給料を上げてやるよ、じゃあ俺が。ふざけやがって、てめえ。何が好きなんだ？言ってみろ。嫌なやつ。本当は、ここら辺なんか、ちょっと安めのお酒好きだけど、ここら辺入れてほしいんだろ？私の好きなお酒は、このヨーマンドっていうお酒なんだけど、ハイト君どうかな、デチュカーって言ってくんだろ、てめえ。ほら。まあ、さっきバニーパンチダメだったから、でも俺6万円あるよね。女性を中心に世界的に人気がありますか？ルスティーみたいなの入れてみるか。ワンチャン。俺6万もあるし。頼む。この酒好きでやってくれ。もう、モリシャンからは、ちょっときついわ、もう。もうきつい。頼む。はい。いいの？お！ありがとう。好きそう。ボトル取ってくるね。はい。お願いします。だからその、ケツを無理やり突き出すな！いただきます。乾杯。そんな、無理して飲まなくていいんだよ。捨ててね！お前捨てた？お前ちょっと待って、おい。おい！今お酒捨てたよね。一杯飲んで。いただきます。ごく。ジャボジャボジャボって捨てたよね。下に。でもうフードはいいでしょ。会話しよう。なんすか？また見つめられてる。あごめんね。なんだろう、私、気になると見つめちゃうのが癖なのかな。っていう設定ね。もしかして寝癖とかついてた？ううん。そうじゃなくて、ハイト君。初めてお見かけした時から思ってたけど、なんか優しい感じがする。ほんと？そうかな。自分じゃよくわからない。まだ出会えてからそんなに時間が経ってないから、あくまで第一印象だけどね。でも、うん、ハイト君優しい感じがする。私の第一印象って結構当たるんだよ。その笑顔かわいいな。うん。君笑顔かわいいよ。やるね、なかなか。特に目。ハイト君目が優しいよ。ほんと？よくサイコパスって言われるけどね、この目。じー。そう。俺そういう目してんの。サイコパスみてえな。見つめ返すのは反則。恥ずかしくなっちゃうでしょ？うわぁ。なんかさ、こういう、お店だとしても、これは、勘違いする親父とかが出てきちゃうわ。ハイト君、まだ飲めそう？無理なら大丈夫だよ。まだ飲めそう？またお前金使わそうとしてんか、俺に！金ねっつってんだろ！延長します。嬉しい。もう少しお店にいてくれるんだ。はい、もちろん。何飲むの？まあ俺はカシスオレンジで、私もいただいてもいいかな。全然いいっすよ。で、何？いや、お前さ、絶対ここら辺好きやん。ちょっとここら辺行こう。バニーマックス行こうよ、バニーマックス。どう？頼む。うんうん。おー。これ美味しいよね。あんま好きじゃなさそうだね、マジで。私、何々が好きなんだよねって言ってくれたらそれやるのに。あ、でもダメだ。こいつあれだ。洋満菜みたいなの頼むわ。洋満菜好きなんだよね。じーって言ってくるわ。視点操作。いただきます。なんか今、ちょっと待って、なんか今、ケツって。ケツアップできそうじゃなかった？お前捨てんなよ、その酒！捨ててんな！聞こえた？え？聞こえたよね？正直に言って。聞いたよね？へこいた？え？かなちゃん、へこいた？え？今のお腹の音だよね？やっぱり聞こえてた。だってお腹減ったんだもん。仕方ないでしょ？じゃあ、言って。てよ！ご飯頼んであげるのに。家に帰ったら、今日は何を食べようかな。何か買って帰るの？それとも自炊？どっちだと思う？あ、どうせならクイズにしよっか。うわぁ、めんどくせぇ。めんどくせぇ、言ってくねえかな、普通に。私は自炊派でしょうか。
お弁当を買って帰る派でしょうか。うわー、それとも外食派でしょうか。弁当を買って帰りそう。なんか自炊しなさそうじゃない。ヒントはね、私は食べるのが好き。はい、特にお米が大好き。白米だけでもいけちゃうタイプ。それあんまりヒントになっていないような。確かにそうかも。でもほら、いいから答えてみて。はい。なんでこれお弁当だけなんか自分のセリフまで入ってんの。これお弁当を買う派かな。なんでなんでかなまで入ってんのこれ。お弁当を買う派かな。かなちゃんだけにね。正解。正解。お腹が空きすぎてる時は、嘘、お弁当買っちゃうよ。こだわり？ご飯大盛りかな。正解しちゃった。正直に言うとどれも正解なんだけどね。全部正解かい。お前クイズにすんなよ。じゃあ俺やっぱ向いてないわこういう店。その時々の気分によって自炊もするし、お弁当も買うし、外食もするよ。当たり前だろ、人間なんだから。クイズの意味とは。面白くなかった？しかも不正解がないんだよ。こんな良心的なクイズは他ではちょっと出せませんよ。まあそう言われると面白かったかな。はーい、ハイト君の笑顔をいただいちゃいました。クイズを出した甲斐があったな。その腕を横にクイってやるときに、すっごい地面揺れるからやめて。いつの間にかこんな時間か。今日はそろそろ帰るか。たっくあ嘘でしょ。ちょっと待って。俺そんな頼んだ。延長料金で1万をぼったくりじゃないですか。やられた。完全に。店内でキャストを喜ばせることができると、退店時にご機嫌よく外までお見送りしてくれます。外まで見送りしてもらったハイトは、仕事へのやる気が上り、一週間だけ給料がアップします。単純だな、お前。仕事へのやる気が上り詰めると、仕事で昇給し、基本給が増えることがあります。ちょろ。ハイトちょろ。待ってるからまた来てね。はい。うん。こちらこそ今日はありがとう。バイバイ。すごくいいお店だったし、接客も良かったな。しばらく通ってみようかな。来た。お、なんかいろいろできるようになってる。なに、チェキ帳って。ショップ、キャストへ渡すプレゼントを購入できます。うわー、こういうの買った方がいいんだろうな。一応覗いてみるか。キャストへ渡すプレゼントが購入できます。はい。うわ。高っ。なにこのお手本のような。高えものをあげとけば喜ぶだろう的なラインナップ。超やだ。旅行、キャストに旅行プレゼントできます。これは何？旅行のお誘いがあったキャストに旅行プレゼントすることができます。え？待って。二人で？え？待って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 。ね、温泉旅行みたいなんだけどさ。二人で？派遣は何？本日は派遣を募集しておりません。なるほどね。ギャンブルは？ギャンブルに挑戦することができます。もちろん勝つことも負けることもあります。胸に手を当てて挑戦を検討してみましょう。はい。お、ギャンブルできる！はい。来た！おお！怖っ！ギャンブル中？あ、もうやってんのこれ。え、もうやってんの？始まってる？やったー！え？なんか勝った！え、なんかお金もらえた？あ、またやっちゃった、なんか。間違えた。間違えた。またギャンブルしちゃった、俺。え、一生ギャンブルするけど、そんなの。あー。終わりだ。もう一回、もう一回。え、これさ、運が良ければさ、ギャンブルだけで100万円ぐらい貯めてさ、もう、裕福な暮らししようよ。ダメだわ。まだいける。俺まだ生きる気がする。頼む。勝て！しゃー！まだだ。まだだ。ざわざわ。ざわ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 。まだいける。俺はまだいける。来い！やばいわ。え、やばい。待って、金なくなる。最初の俺に戻る。このままだと。まずい。どうしよう。止まんない俺、ギャンブルが。やばい。やばい。ねえ、
バニーガーデンより面白いんだけど、あのお店に通うより面白い、こっちの方が。しゃー、もう一回だ。いける、いけるよ、俺やれるよ、やれー、くそだ。え、合計マイナス1500円、借金しちゃった。2日目にして借金生活だ。悪いな、またまたギャンブルしちゃった俺、間違えた、もうやめて、もう俺借金してるから、もうやだ、もうお金ない、俺もうお金ないよ、シャー。なあ、俺まだできんじゃん、借金地獄から解放された、まだいけんじゃん、当てろ当てろ、一攫千金、10億当てろ、10億、10億来い、10億、10億、シャー。まだだ、まだだ、13,700円、全部っぱ、全部っぱで、10億当てろ、10億来い、10億、10億、10億、ざわざわ、ざわ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 、来い。終わりだ。